佐崎木光は日本の元女子プロ野球選手。香川県出身。野球を始めたきっかけは、幼稚園の年長位から2歳上の兄と3歳上の兄がやっていた野球について言っていたことから。小学1年からサイタファイターズで軟式野球を始める。年次にはエースになるほか、ソフトボール投げで香川県記録を残す。和光中でも軟式野球を続け、 サードとして活躍し、ミトヨ、観音寺地区の大会で優勝した。丸亀城西高校ではソフトボールに転校。1年からレギュラーになり、3年時には首相を務め、国体の香川県選抜にも選ばれた。同年9月、女子プロ野球トライアウトを受験し、競争率17倍以上の難関を合格。経験のない公式級での守備に自信がなかったために、 投手として受験したが、兵庫スイングスマイリーズの監督、コーチらが、総講師を高く評価し、野手として合格が決定した。その後、12月のリーグコンベンションにて兵庫への加入が発表された。リーグ初の四国出身選手である。1年目は、守備面の不安からレギュラーにこそなれなかったが、22試合に出場して、打率3割7分、オプス。 944と圧倒的な打撃力を見せつけた。12月13日に新球団大阪ブレイビーハニーズへの遺跡が発表された。2017年10月に兵庫で大根を最後に現役を引退した。ありがとうございます。